JA 所が開いた意見交換会では、4年前の台風で川が氾濫するなどし被害を受けた北見市内の復旧状況や水害対策などが話し合われました。続いて JA 北海道中央会の会長らが市内の酪農家を訪問し、災害時に停電になっても搾乳する機械が止まらないよう自家発電機の視察も行われました。道内では胆振東部地震の時のブラックアウトで牛の搾乳が止まり、対策が求められていました。ここの農家がですね、自己防衛する災害に備えるという、そういう危機管理を十二分に果たしていただきたい。